はい、こんばんは。今日は帰り船、こちらの弾き方をお伝えしたいと思います。この曲は1946年、昭和21年、田端芳雄さんのヒット曲になります。この曲にはですね、タタンタというリズムがたくさん出てきます。で、タタンタというリズムですね、ここは見やすいですかな。7の下に線がある。5の下には線がない。で、4シャープの下に線がある。これがタタンタっていうリズムです。ね、真ん中は四分音符になりますから、ちょっと長いですね。で、両端が短い。タタンタと。もうこの形が出てきたらですね、一組と考えてください。タタンタっていうリズムです。で、曲によってはこの真ん中の線のない四分音符を向こう行ったり変えたり、これね、曲によって雰囲気が違うんですね。ですので、両方あると思ってください。で、この曲の場合は真ん中向こう行った方が合います。なので、7向こう、5も向こう、で、4シャープを変えると。この方が合います。ちなみにですね、真ん中返した時には、この曲じゃないですよ。この曲じゃなくて、真ん中返す時には、行って帰っていくっていうふうになります。まあ、これまたね、別の、あった時に言いますけれどもね、とにかくこの曲の場合には、向こう弾きの方が合います。で、こっちね、右のページ行きますと、0の下に線がある。4シャープの下には線がない。3の下に線がある。この場合もですね、真ん中の4シャープは向こう行く。で、3を返す。もう1個出てきますね。0、5、4シャープ。この時も、ウッと0で待って5向こう行って4シャープを返す。ウタンタっていうリズム。まあ、そういうのもね、また覚えておいていただきたいですし、今から弾きますので、よく右手見てくださいね。歌のところからいきますね。次出てきます。う次次が右の上のとこです。う次もう右手の動きね。こんな感じでね、楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。